図版 P インブリカタホリドタ属ホラドッタは、卵化植物の属の一つ。小さな花を二列につけた細長い下水を出す。花の拡大 P インブリカタ展開する前の果剰、頬が折り重なっている、P チャネンスス常緑性の多年性植物で、着生植物根底は短く、横に入、ニセリン系を密生する。ニセリン系は、断面が角の丸い四角に近く全体としては鈍い4。 角錐の形をしている。葉は、ニセリン系の先端に1枚から2枚をつける。葉は、角質で、表面には、シワ状の縦に走る凹凸があり、葉の円は、緩い葉状になっている。花形は、ニセリン系の先端から出て、柄は、あまり長くない。花樹は、その柄の先から伸び、小さな花が2列に密接し、垂れて伸び、先端は下を向く。個々の花の基部には、 つとがある。随中は短くて先端部に、浴場の突起が出る。花粉界は4個ある。学名はギリシャ語のファリドウスと、オトス、耳の胃からなり、過剰にガラガラヘビの尾に似た臨場のつとがあることによる。英名は、ラトルスネークオーキッドで、まさに、ガラガラヘビの乱である。ちなみに哺乳類の仙山孔目の学名が全く同じ、綴りである。四十から五十種があり、 中国南部、東南アジア、インドネシア、フィリピン、オーストラリア、ニューカレドニア、ニューギニアにわたって分布する。本属は1825年にピンブリカタをタイプ種として WJ フッカーによって記載された。セロジネ属セロジネやデンドロキラム属デンドロカイロムなどと禁煙のものである。セロジネ属に含め、その中で不死として扱われたこともある。セロジネに似るが、 神弁の基部が空洞の筒状になること、随中が短く、先端近くの周辺に、浴場の突出がある点などで区別される。以下、代表的な種を示す。洋欄として観賞用に栽培されることがある。比較的普及しているものもあるが、セロジネやデンドロキラムのように時に、一般の花屋にまで出回るほどではない。その上に、石井、井上編集代表では、 作りやすいが、あまり美しくないと身も蓋もない評価をつけている。記念室などいくつかの種は、伝統的な医療の中で薬草として用いられたものがあり、それらを中心に、成分の研究などもなされている。以下、主として、園芸植物大辞典、P2932 園芸植物大辞典、P2932 ォーゲル、P4 ォーゲル、P4、石井。 井上編集代表 p 2 1 2 4石井、井上編集代表 P2125 ハッワトワンへール、など、ありがとうございます。